島国、千島の国は、大法律領の国軍里政を踏襲し母親戦争、函館戦争終結直後に制定された、日本の地方区分の国の一つで、5 9八道のうち北海道、両政に含まれた。領域は三色な尻島とエトロフ島のみであったが、後に、ウルップ島以北の千島列島と四古担島が加わった。現在の根室振興局管内の東部にあたる。 ここでは、千島国成立までについても記述する。アスカ時代の西明天皇の頃からふとで、安倍平夫が一戦交えた祝信は、当時国なしり軍域にも及んでいたおほうつく文化圏に属する人たちとも言われている。おほうつく文化は、平安時代前期頃、薩門文,文化の影響を強く受けたとびに、大文化へと移行し、鎌倉時代頃まで続いた。また、鎌倉時代から、 室町時代にかけて、北海道太平洋岸から、千島国域にかけて、日の元と呼ばれるエゾがおり、エゾザタ職、エゾ関連はこれを統括していた。しかし、千島列島は、火山噴火や巨大津波が定期的に発生し、ウルッ布島より北では、オホーツク文化期にかけて、一旦拡大したものの、その後は、炭素14による鑑定で生活根が発見されない。 断絶期が十三期半ばから約四百年間あるなど、過酷な環境だった。しかし、ウルップ島周辺は、古くからラッコ川の特産地であり、ラッコ島の異名を持つ。欧恵三十年、1423年4月、安藤陸守が、室町幕府五大将軍、足利義和に三十枚、柿崎、正木義博が、文禄二年、1593年、 豊臣秀吉に三枚と、源奈元長年、1615年、徳川家康に、長さ七尺幅に、差し三寸の落光献上。特に家康が手にしたものは、目なし主張、西ア家犬が正木にもたらしたものであるという。17世紀以降は、目なしクルが、カムチャツカ半島にかけ判定中、移動生活を送り、交易も行っていたとみられる。江戸時代に入り、 寛永十二年1635年、正木藩は村上家門左衛門のに明治くなしり、江戸ろなどを含む江戸地の地図を作成した。正康元年1644年、各藩が提出した地図をもとに日本の前半島を治めた商法国江図が作成された。この時爆明により、正木藩が提出した自販領地図には、くなしり、江戸ろ ウルフなど三十九の島々が描かれていた。万治四年、1661年、伊勢国松坂の七路米の船が、ウルップ島に漂着したが、エゾ、アイヌの援助を受け、トロフ島や国リ島経由で十、州島、北海道本島へ渡り、漢文元年、1662年に、江戸へ帰っている、勢い終戦北海漂着期。元六十三年、1700年、 幕名により、正木藩は、千島や観察家、カムチャツ家を含むエゾゼンズと正木統合庁を作成した。聖徳2年、1712年には、薩摩国大隅軍の船が、エトロフ島に漂着している、恵ぐみ渡る事部漂流期。聖徳5年、1715年、正木藩主は幕府に対し、従州島、東府都市、千島列島、観察家は、 マサキ藩領と報告した。教法16年1731年、クナシリ及びエトロフの市長らがマサキ藩主の元を訪れ、献上品を送った。法暦4年1754年、マサキ藩によってマサキ藩家臣の治療地としてクナシリ場所が開かれ、その範囲はクナシリ島の他エトルフ島やウルップ島も含んだ。 この時、くなしり島の白には雲ん屋が設けられている。安永2年、1773年、ひだ屋が、くなしり場所での交易を受け負うようになり、天明8年、1788年には、エゾ、アイヌの人々を雇い、大規模な作カス製造を開始した。しかし、完成元年、1789年、労働条件や、 ひだとの小取引に不満を持ったエゾが放棄した、くなしり目なしの戦い、関西エゾ放棄が勃発し、多くの和人が殺害されている。この頃幕府は、政権交代により、エゾ地を従来通り、正さ藩に任せようとする、松平定信と、幕府直轄の抗議御領として、ロシアに備えようとする、本田忠久が対立したが、最終的に、松平定信の意見が通り、 平田屋は、正木藩により場所受けを委任から外され、没落した。完成11年、1799年に、高田屋貨幣によって、エトロフ航路が運営されるようになると、翌完成12年、1800年には、国橋場所から分立し新たに、エトロフ場所も開かれ、社内に解消を置き、エトロフ島に17箇所の漁場が、設けられるとともに北前船も寄港していた。 その他、完成年間には、本州や和人地などと同様に合尊性が敷かれている。また、北方に対する警戒を説いた、天明元年、1781年の赤江戸風雪公や完成三年、1791年の開国兵団などが表され、白寺による北方探検も盛んに行われるようになった。天明6年、1786年と、 完成三年1791年には、田沼沖継ぐの江戸地開発の意図を受け、最上徳内が、くなしり場所のエトロフ島とウルップ島を探検し、画期的な保護変図を作成した。完成年0年1798年には、近藤十三が最上徳内を案内役として調査を行い、エトロフ島、タンコン萌え、タンネモイの丘に、第二本恵みトロフの標柱を建てた。 完成十二年、1800年にもエトルフ島、カムイワッカオイ農家に、第二本恵みトロフの標柱、共和元年、1801年6月には、幕府の命により調査に当たった、富山玄十郎と、深山右平太が、ウルップ島を買い渡農家に、天朝地球第二本族島の標柱をそれぞれ建てている。富山や三山には、八王子千人、同心二名も同行。また、 今日は3年、1803年には、マミア・リンゾーが西江ゾ地の測量を行い、ウルップ島までの地図を作成した。文化3年、1806年以降は、ウルップ島も警護の対象となっていた、工術。一方、ロシア人はカムチャツカ半島を征服して、千島を伺っており、占い守る軍域やシムシル軍域の島々も、武力で征服しながら南進した。 1711年8月、ダニラ・ヤコブレビチ・アンチフェーロフとが、千島最北端の占い、森島、シュムシュ島と2番目の島、バラムシル島、パラムシル島に上陸し、住民にさやあく、毛皮勢の権能を求めるが拒絶された。1713年、コズイレフスキーは再び占い森島とバラムシル島に上陸した。コズイレフスキーは、 住民の激しい抵抗を受けるも、戦いの末に、これを征服し、サヤークの権能とロシアの支配を認めさせた。この時、バラムシル島に交易に来ていた、エトロフ島のアイヌ人下内が巻き込まれ、コズイレフスキーに連れ去られた。同年、コズイレフスキーは、オンネジメコタン島、オンネコタン島も襲撃し帰国した。1747年には、 ロシア正教の修道司祭ヨアサフが不況のため、千島列島北部へ渡り、占い森島及びバラムシル島のアイヌ208人を正教に改修させた。1721年、第六島シムシル島、シムシル島にロシア人が到達した。また1738年には、第二次ベイリング探検隊の文献隊が千島列島沿いに南下して、 本州沖まで到達し地図を作成した。1766年から1769年にかけてが、くなしり場所に侵入し、ロシア人として初めて、ウルップ島、ウルップ島、後のウルップ軍に到達し、周辺のアイヌから、毛皮の取り立てや過酷な労働を課し、ウルップ島で多数の女性を集めて、ハーレムを作った。しかし1772年に、 ウルップ島の千島アイヌが放棄し、ロシア人20名が殺害され、残りはカムチャツカ半島へ撤退した。その後も1776年に、ロシアの毛川商人による植民団がウルップ島へ一時的に居住しが、7年後の1783年に撤退した。1779年には、ロシア皇帝のエカテリーナ2世が千島列島での調税を禁止している。 江戸時代後期、千島国域は東江ゾ地に属していた。南下政策を強力に推し進めるロシア帝国の脅威に備え、完成11年1799年に東江ゾ地は抗議5両、幕府直轄領とされ、津軽藩と南部藩が白と社ナに勤番所、白は南部藩のみを置き警護を行っていた。文化元年1804年には、 漂流していた喜び小丸が占い守る軍域のバラムシル島に漂着した。乗組員の次エモンラー6人はカムチャツカ半島に渡り、ペトロパブルフスクで現地に滞在する若宮丸漂流民前6の世話を受けた。その後よく文化2年、1805年6月にペトルパブルフスクを立ち、千島ヌの助けを借りつつ、途中シムシル軍域のラショワ島で越冬した後、文化3年、 1806年7月27日に会所のあるシャナ軍域に帰還した。このほか、同年3月に関谷も八郎が南部藩足軽たちと共にウルップ島に上陸。この年以降、バクリたちが南部、津軽の足軽、通事、番人、アイヌたちと共に毎年ウルップ島の見回りを実施。文化4年、1807年には文化ロアだ。 フボストフ事件が発生し、エトロフ島内保の番屋やシャナの会所などが、ロシアから攻撃を受けて略奪された。バクリ、マミア、林蔵もこの事件に巻き込まれている。また、この事件では、中川五郎子と左兵がロシアに拉致され、シュベリアに連行されている。翌文化五年、1808年以降には、仙台藩が国ナシリとエトロフの警護に加わった。文化八年、 1811年には、五老人事件が発生し、幕府が、クナシリ島で、ロシア軍艦、ディアナ号の艦長バーシリー五老人を捕獲した。ディアナ号副長は、一旦オホーツクに引き返した後、中川五老児と、カンキマールの漂流民たちと共に、クナシリ島に来航したが、幕府からの回答は満足のいくものでなかった上、カンキマールの水夫一名が逃亡したために交渉は、難航した。 そのためリコルドは中川五郎寺や残りの寒気丸漂流民たちを解放する代わりに近海を航行中であった関税丸を打破し、高田やカヘ幣ラをペトロパブロフスクへ拉致した。事件が解決に向かうのは文化十年1813年5月にディアナ号がクナシリ島に来航し、カヘ幣ラ3名が解放されてからであった。その際に日露間で交渉が行われ、 同年9月、リコルドは、全六夜、キューゾーラを伴って、ディアナ号で、函館に来航し、交渉の末五老人は、ロシア側に引き渡された。また、文化13年、1816年には、ロシア船、パベル号が、エトロフ島に来航したダシノリマルの漂流民、オグリジュキチ、オトキチ、ハンベイの3名が、幕府に引き渡された。 千島国域は文政四年1821年に一旦、まさき領に服したが、その後も、降下二年1845年に、土米会社船がエトロフ島に来航し、交易を要求した。安政元年1854年には、日露和新条約、不平等条約の一つにより、エトロフ島とウルップ島の間が国境とされ、翌安政二年。 1855年には、エトロフ島以南は再び抗議御領となり、仙台藩が、国無知島の白とエトロフ島のぶり別に出張陣屋を、築き警護を行った。安政六年、1859年の六藩、分領以降は、シャナ軍、仙台藩警護地を除き、ほぼ全域が仙台藩領となった。この時、年数が立ちいたんだ、カムイワカオイの丘の、 大日本恵みトロフの標柱の代わりに、仙台藩士によって、大日本地名跡家と,と書き改めた標柱が建てられた。千島国五群生提示の主な神社を記述する、白神社、有萌神社、シャ名神社、シベトリ神社の四社は、文化年間に、高田屋貨幣による創建、恵比寿神社は、貨永三年の創建、植木神社と別日神社は、 幕末頃の創建である。敗戦時、国知島に25社、エトロフ島に16社、ウルップ島以北に4社のほか、四湖丹島に9社を数えた。根室市の琴平神社には、ソ連軍の進行を逃れて、これらの神社から運び出された10体のご神体が安置されている。また、明治以降、ウルップ島以北に創始された神社は、下記の通り、 制定当初は五軍で構成されたが、明治九年、ウルップ、シムシル、占い神の三軍を新設、追加。上記のほか、末期の明治十九年にはもともと、根室国花咲軍、旧根室場所付島島の一部であった四古丹軍を、編入。明治五年、八百七十二年の調査では、人口四百三十七人を数えた。百四十五年、 昭和20年8月15日現在では、明治5年と同じ旧千島国の範囲で2066世帯1972人だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。